続きましては三柱の神である御父御子聖霊とは神とは何かの成り行きを教えているものでしょうか。はい、もちろんそうですね。天界は三柱、はい、で三位一体は嘘です。はい、三位三体が本当。日本は昔から神道は三位三体です。古事記日本書紀はちゃんとそう教えてます。元初三神、増加三神といって、最初の神は三柱、はい、古事記は雨の水上主、神結びか国結びか、要するに三柱、でこの三角形を作る、前回は三角、だから自分が死んだら神のもとへ行きたい、天界のもとへ戻りたいから、ここに三角のを巻く。で女性で言えば、古事記日本書紀でいう三位三体の神々ね、これは同じ神の別名ですから、でそれを崇める意味で三つ指を必ず重要な場所ではつく、はい、で男性はどっちかというと最近はもうほとんどなくなりましたけど、額に三角を当ててひれ伏す、これはそういうことです。でお正月の時も本当あれはお葬式ですからね、はい、ですか、はい、大晦日から新年に あれは静かに静かに過ごすんです、日本人は。ですか、でいわゆる死んだ神を祀るんです。だから静かにするんですよ、はい、で入り口に三柱三柱の象徴であるその門松を立てる、でやってこられた神のを通して、そこは三段重ねのお餅ですね、考えました。一番上は太陽です、はい、これみかんが使われます。で下に行くほど大きい、これは月、あ星だ、星の栄光、月の栄光、そして火の栄光、でここに鎮座していただく、はい、それでお帰り願うんですけど、3日後にね、はい、で正月2日に初めて書き初めをするんですが、その書き初めをしたのを一箇所に集めて火で焼いて煙を立てて天に帰っていただくんです。だから最初は最後まで厳粛な儀式であって騒ぐもんじゃないですね、だからその時の家長は必ずお屠蘇を飲むんです。これは屠殺したけれど蘇ったと書くんです。殺したけど蘇った、そのことを祝うんです。これ年